北村さんいかがですかこの満員のお客様のこの完成はいやっと会いましたね皆さん <laughs> ついにあの運命から約2ヶ月そろそろ決戦が公開されるということで本当にですねここに、えー、皆さんがいない中、えー、誰もいないこの会場で僕たちは堂々と前ですねリベンジャーズ1の時にずらっと並び誰もいないこの会場に一礼をしたのがすごく 思い出深いんですが本当に感慨深い気持ちでいっぱいです今日は楽しんでてくださいありがとうございます <laughs> まず改めて伺いたいんですが北村さん吉澤さん山田さん監督に東京リベンジャーズいよいよ本作で完結ということになりますこの映画の手応えはいかがでしょうか改めて北村さんいかがですかはいあのー、やっぱ我々前作リベンジャーズワンをやっぱやるからには超えなければ意味がないというところからスタート しししままて、えー、前編本当にたたたくさんの反響をいただきましたでもやっぱ『東京リベンジャー2は』は、えー、この後編の決戦を見ないことにはやっぱ完成してないと僕らも思っていますしそりゃもちろんとんでもない手応えを我々は感じております本当に自信を持ってこの場に立ってますのであの皆さんもどうか楽しみにしていただければなと思います。 今横で力強く吉田さんも頷いてましたが、改めて吉田さんいかがですか。いよいよ完結しますけども、この手応えというのはありますよ。た <laughs> めましたね今。手応えはあります。二回言いましたね同じこと。やっぱりあのこの前編の、えー、運命が公開されてる時もやっぱもうとにかく早くこの決戦を見てほしいっていう思いが本当に強くて、それが。 ね、今日皆さんこれから見ていただくんんですもんねこうやってやっと見ていただける状況になってきてるっていうのはすごくワクワクしますしもう本当にあにその運命決戦合わせてその2つでやっぱ前作を超えたなっていう感じがするのでもうぜひあのこの決戦は本当に多くの方に見ていただきたいなっていう思いがありますねはい。 山田さんはいかがでしょうか、はい、えー、やっぱ1超えないと意味がないと思うんで2があるでもそれをうん本当にに1を凌駕するというかまあ前編見て後編見たらなんかあようやくこれで「リベンジャーズ」のまあ 映画のリベンジャーズのすべてに触れられたんだなと思ってもらってもう過言ではないなと、まあ、それぐらい最後だなって思いながらまた魂燃やしてたと思うんでなんか早く見てもらえたら嬉しいなと思いますさあ監督今キャストの皆さんから手応えめちゃくちゃありますっていましたけどもおっしゃる通りです <laughs> いいと思います非常にいいと思います <laughs> はい いいと思います、ね。一 <laughs> 人だけカジュアルすぎやしません。そうですよね。いやいやいや、そのちょっと似てるよ監督と。あ<れ>本当だ。あれ？そっか。カジュアルか。確かに。メールに書いてあったんだよね。そうですよね。なんかこんな感じって。<laughs> メールに書いてあった。<laughs> はい、でもやっぱね監督のメガホンに僕らは本当についていくだけというか。いやいや,いや,いや役者としては、そして僕たちを信じてくれる監督のもと出来上がったので。 いいやいや,いや本当、えー、ここにいるみんなとか、まあ、いない人も今日並んだ「東卍」も「バルハラ」も「バルハラ」聞き分けよかったんですけど <laughs> <laughs> 久々にすごい嬉しくなっちゃってああまたなんかこい,つこ,こいつらかっこいいなとか思って <laughs>、はい、あのみんなちょっと早く見てください。 あの実はです、ね、あの最速試写会というのをいくつか行っておりましてそれを見た方からもたくさんの熱いメッセージが届いているんですが、えー、ここで山田さん、前田さんに伺いますが誰かのために戦う仲間の絆に熱く男泣きした、えー、男性の方からの熱い感想をたくさん来ておりましたそれを聞いて、山田さんいかがですか男泣きしたという男性の方が多かったいやー熱いのってやっぱいいですよね。誰かかのためにとか ね、この分かんない今の世の中がどんなもんなのか知らないですけど、ね、誰かのためにこう生きてる人ってどれくらいいるんだろうとなんかあのそういうものをこの映画から感じ取ってもらってなんかそれが届いてんだなって思うだけでやった甲斐があるし嬉しいなと僕も嬉し泣きです。<laughs> でも本当に泣いてる男性をたくさんいたって聞いておりますけど前田さん、いかがですか男が泣く映画いや嬉しいですよね、僕も話してはいたんですけどやっぱりすごい泣きそうになるぐっとくるとこうめちゃくちゃあったんで理解はすごいできますよね、まあ、これから見てもらうと思うんでなんか共感してもらえるんじゃないかなと思います、ぜひ楽しみにしていてください。はいえー、そしてささんあのご覧になった方々からも、はい、先の存在感あと凶悪さ 強烈で。もう不気味だったっていう、う怖かったっていうふうな。あ、あ今頷いていらっしゃいますけども。一作目からどういうこう向き合い方をされて、こう役を作っていかれたんですか。いや、一作目は本当に出番が少なかったので。<laughs> いやいや、その。<laughs> その顔、笑ってるってことは共感してるってことだよ、ね。だ <laughs> はい、あと持ちネタすぎるね。そう、<laughs> これだけでちょっと受けるっていう。<laughs> はい、なので、あの短い出演の中で印象を残す。 えことを考えてたんですけど今回は逆にキサキが、あのー、割と出ているのでその中での言い方とか一個一個気をつけながら演じましたいやこの決戦は相当にキサキの存在感が強烈なので皆さんこんの後ご覧いただければというふうに思います、はい、そして北村さん、まあ大,まあ、大号泣したっていうね先ほどからあのメッセージたくさん来ておりましたけれども中でもねその、まあ、ネタバり禁止と言いますけどもマイキーあとバジ それぞれの思いが交錯したアクションに思わず泣いたっていうアクションで泣いてしまったっていう北村さん今回のアクション改めて振り返ってみていかがでしたかそうですねまあ僕に質問してるのに僕の名前がないっていうのはなんかちょっとまあちょっと打ち合わせの時からんとは思っていたんですけど <laughs> それをまあ横で見ていってこう一緒に戦、ね、っとしてい、ねまあ、決戦においては やっぱ決戦という言葉だけに、えー、戦いのシーンというのが、まあ、本当にハイライトメインシーンになってくるんですけど、まあ、もうマイキー、ドラケンアクションのうまさはさることながらものすごくかっこいいですし、あのーまあ、ヒロなんかは本当にアクションに怪我も起こさない感じで飛び込んでいく姿を僕は横で見ていましたし。 なんかそれぞれが役としてももちろんいろんなものを抱えながらそれを演技で表現しながらアクションで表現しながらやってるんですけどなんかそれぞれがえ役者として現場にいる立ち姿本当にかっこよかったですやっぱ毎日主人公が違う感覚を僕は竹道として見ていましたなんか毎日今日はドラケンが中心の日次の日はマイキーが主演の日でたまに あのその3人だけじゃなくて本当に毎日毎日現場を背負っている主人公が違うっていうのが本当にこの映画まさしく僕の誇れる仲間たちがたくさん映ってたんで本当に充実した撮影でしたはい本当にかっこよかったです